ぱい入ってて好き。混ぜるだけで、混ぜるだけって書いてある。本当だね、作ってみよう。はい、皆さんこんにちは。今日も一品お料理を作っていきたいと思います。今日は何を作るかというと、豆腐のステーキを作ります。結構味もしっかりめに作るので、本当にメインのおかずになるぐらいの料理になると思います。これも先ほどから木綿の豆腐を水抜きしてました。これの上にこうやってやって重りを乗っけて水抜きしてたんだけど、多分重りが重すぎてちょっと潰れた豆腐が潰れちゃいました。でもしっかりちょっと固めのお豆腐、木綿の固めのお豆腐を選んでください。で、水抜きをしっかりしてください。で、このお豆腐を2センチぐらいの厚みに切っていきます。まだあれだけ重し置いて水抜いてもしっかりまだ中に水が残ってるんで、はい、切りました。で、これに片栗粉をまぶすんですが、こっちのトレイに移そうかな。はい、片栗粉、こっちのトレイにお豆腐を移します。はい、で、これに片栗粉をまぶします。しっかりと両面片栗粉がちゃんとつくようにしっかりまぶしてください。で、お豆腐に、水抜きしたお豆腐に片栗粉をまぶしたら、次はタレを作ります。ですね、これも私いつも目分量なんで、ちょっと一緒になんか測りながらやりたいんですけど、まず醤油を、どうしようかな、醤油でも私最後なんだよな。まずじゃあ砂糖を小さじ2とお酒を大さじ多めに、私は大さじ3かな、お酒大さじ3のみりんを大さじ2、お出過ぎちゃった、じゃあこんぐらいにしとこう、を混ぜ合わせときます。じゃあ向こうに行きます。じゃあフライパンに火をかけて、ちょっと多めの油を引きます。
で、この間にももう一回しっかり片栗粉をまぶし直して、あ、崩れちゃった。そうだから本当に穴崩れちゃう。固めのお豆腐がおすすめですね、木綿豆腐が。じゃあちょっと火にかけていきましょう、焼いていきましょうか。はい、あ、崩れそうだな。はい、崩れた、やばい。あ、水抜きが足りなかったかな今日は。もしかしたらこのまま頑張って、えい、ちょっと水抜きする時間が足りなかったかもしれないです。でもちょっと頑張って焼いていきます。はい、でもしっかり片面ずつ焦げ目がつくまで焼き込んじゃっていいんで、もう触らないで放置しておきます。じゃあその間にあれしよっかな、私これにおにぎりが合うからおにぎりをちょっと、はい、うん、でも今日も塩むすびだね、やっぱり私の大好きな六助の塩、この塩むすびは最強ですよね。今日は後でこの塩むすびに最強に合う海苔をご紹介します。めちゃくちゃ美味しい海苔なんです。あ、ちょっと一回ひっくり返しましょう。熱いこの間なんかそういえば YouTube 見てくれた田中みな実がエプロンしないんですかって言ってました。あ、確かにそうだなと思って、エプロンあんまりしないな、めんどくさいんでしょうかね。はい、ほら、おむすびに戻ります。はい、まあいいかな。じゃあ、ここに味付けをしていきます。先ほどの酒とみりんと、お砂糖を混ぜたものを回しかけます。で、絡めながら一煮立ちさせてから、私はいつも一緒に醤油を入れるというよりは後から醤油を入れてます。ちょっと大さじ1で様子見ようかな。あんまり私なんか醤油の味が濃くなっちゃうのが好きじゃないんで、ちょっとこれで様子見ます。で、煮詰めてると、しばらく煮詰めてると、豆腐にまぶした片栗粉でタレがこってりしてくるので、しっかりまぶして。で、すごい今日大失敗をしてしまって、私は本当はね、これに豆板醤をちょっと入れるんですよ。豆板醤ちょっと入れて甘辛くするんですけど、間違えて豆豉醤買っちゃって。そうなんです、これにね、本当豆板醤を本当は入れるのが肝なんですけど、だけど今回はこれはもうお子さん向けには、とやっぱり豆板醤入れちゃうとちょっと子どもが食べれないお子さんもいると思うんで、まあ今日はちょっとお子さん向けにっていう感じで、も大人でも全然美味しいです。こうやってしばらく煮絡めて、煮詰めて味をちょっと見てみます。うん、あ、でもこれにね、ほんと豆板醤があったら最高だったんですけど。で、最後に少し生クリーム、これだけでもいいし、ちょっと生クリーム垂らしてみます。よいしょ、とコクが出て、さらに、はい、
もいいかな。はい、できました。じゃあお皿に盛ります。お豆腐が崩れやすいんで気をつけて落ちちゃった。気をつけてください。できました、豆腐のステーキです。本当に豆板醤がないのがすごい悔やまれるんですけど、これでも十分美味しいと思います。で、今日は先ほど言った六助塩の塩むすびにもう最高の組み合わせのお海苔を紹介したいとお伝えしてたんですけど、それがこれなんですけど、守谷の海苔です。これを塩むすびに巻いて食べると本当に美味しい海苔ってこういうこと言うんだって皆さんもきっと感じてくださると思います。ってぐらい本当に美味しいお海苔。食えて最高です。いただきます。うん、久しぶりに作ったけど美味しい。やっぱりもうこれがメインの本当におかずになるぐらいしっかり味もついてるので、うん、おいしい。で、このお海苔のおむすび、うん日本人に生まれてよかったと思う瞬間おいしいです。うまく炊けたお米とこの六助の塩と守谷の海苔だったらもう何もいらないぐらい美味しいです。皆さんもぜひご自宅で作ってみてください。じゃあね。